中日、1軍と2軍の成績が天と地の差になる。中日ドラゴンズ1軍、35勝39敗6分け。中日ドラゴンズ2軍、47勝27敗4分け。片岡がおらんなった後のチームって途端に強くなるよね。井上1軍監督頼むわ。だって井上和樹だもん。片岡ってほんまあかんかったんやな。去年とはえらい違い。井上和樹2軍監督降下だな。早い井上が1軍に行ってくれ。1軍とか無楽で草。来年の1軍監督は井上さんかな。去年と無楽だな。立浪監督は監督よりコーチに向いていると実感した。選手を教えることには長けているが、采配に関しては接戦の時は特に。立浪は監督よりはコーチかって思うけど、指導が合わん選手もたくさんいそうだし難しい。技術指導はコーチがいるわけだから、監督はモチベーターになることと人の管理よな。モチベーションを下げる天才が一軍監督やってんのは大丈夫なのか。井上監督は正直な話、就任前はどうなのって感じだったけど、二軍に関しては本当に雰囲気良さそうでよかった。井上監督はちゃんとリーグ順位にも結果出てるし、このまま一軍に挑戦できるような選手の育成お願いします。上で悪い人は下げる、それで結果を出てる人を上げる、当たり前なことをやってくれる政権になってほしい。指導って道を指し示して導くことだから、頭ごなしに命令して押し付けるのとは違うんだよな。井上一軍監督楽しみにしてます。どんなに優秀でも立浪の犬だからな。試合進行のテンポの良さも二軍の勝因の一つかもね。立浪は GM としては優秀だと思う。監督としてはチームをガラッと変えて良い兆しも見え始めているから、今年は何としても結果を出してくれ。投手の編成、運用考えたら今年結果出さなきゃ、さらに長期の低迷が続いてもおかしくない。采配さえまともになればとはもう何年も言われてる。新庄ハムだって今年開花しかけてるし、うちも今年一瞬とはいえ首位にはなったから、3年目の今年は勝負やな。